ベータプロテオバクテリアズナとは、新生細菌プロテオバクテリアモンの綱の一つである。ベータプロテオバクテリアズナには75の属と220の種が在籍する。非常に多様性があり、代謝特性、生存戦略、生息日地などが異なる。一部の菌種は光合成能を有し、それ以外は、向き物からエネルギーを取り出す。多くの属種は、土壌や水菌に存在し、 それ以外は他の生物に寄生、感染し病原性を示す。ベータプロテオバクテリアツナ内で代謝特性は非常に多様である。ロドシクルス属など一部の属種は光合成能を有する。それ以外の硝酸菌のニトロシモナデールズ木といった多くの属種は向き物からエネルギーを取り出す。進化的関係に基づくベータプロテオバクテリアツの 系統発生図、ベータプロテオバクテリアズナは、ガンマプロテオバクテリアズナに最も近縁であり、かつてにこうでクロマティバクテリアと呼ばれるタクソンであった。現在、7つの目で構成されている。これに加えて、現在、アカントアメーバの内生生物のグループを新しい目に、数える提案がなされている。ベータプロテオバクテリアズナの多くの細菌は、様々な深核生物に対して、 病原性を示す。これには人間への病原菌も含まれる。例えば、ナイセリア族のエヌゴーンであと、エヌマニンジャタイズはそれぞれ臨病と髄膜炎を引き起こす。オーダテラパータシスは百日赤の原因となる。植物病原菌には、玉ねぎのネグサレゲニン菌、バークホールドリア欠片者や、ブドウのるのエシゲニン菌、キシラフォラスアンペリノスが知られている。ありがとうございます。